海藤さん、戻ったよ。海藤さん？おう、お前、スクモからのメール見たか？え？いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと？殺人動画だ。三越島が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。 お願いします。もう許してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。おい、マジかよ。だから自分の手で三越葉を殺すことはできないはずだった。だとするとこれはなんだ。理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃまずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。クソ、一体何をやったんだあいつは。現職警察官による痴漢と教育実習生殺害、矢上は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。だがそのキーマンである江原明宏と対峙した直後、何者かによってある動画がネット上に公開された。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。ネットじゃだいぶ騒がれ出してるな、あの殺人動画。テレビではまだみたいだけど。憶測とデマ